皆さんはポケットモンスターウルトラサンムーンでナッシーアイランドという場所があったのを覚えていらっしゃいますでしょうか。この場所はポニ島の近くにある無人島でアローラの姿のナッシーが生息するエリアなのですが、実はこのナッシーアイランドにはある都市伝説があるんです。それはこの海の民の村の団長と一緒にナッシーアイランドに行くと超低確率で隠しイベントが発生するというワザップに書いてありそうな嘘くさい噂。そもそもこの都市伝説、ポケモン公式ホームページのポケモンウルトラサンムーンがもっと楽しくなる50のキーワードのページに、ごく稀に見られるそうという意味不審なメッセージが書いてあるだけで、僕自身もプレイした当時ナッシーアイランドで特別なイベントが起きたことはありませんでした。当時のネットの反応を見てみても隠しイベントの映像は残っておらず、それよりもサンムーンではあったリーリエとの雨宿りという神イベントがウルトラサンムーンでまさかのおっさんとの雨宿りという誰得イベントに変わったことで、ウルトラサンムーンのナッシーアイランドイコール解約という意見が数多くありました。そして公式が密かにアピールしていた隠しイベントは誰にも認知されず、6年の年月が過ぎました。果たしてナッシーアイランドで公式は本当に隠しイベントを用意していたのか検証したいと思います。検証方法は簡単。海の民の村のコイキング丸の前に行き、団長に話しかけてナッシーアイランドへ出発。ナッシーアイランドに上陸してイベントが発生しなければ村に戻って再度出発。これを繰り返します。ちなみに何回ナッシーアイランドへ行ったかはカウンターを使って計測します。ウルトラサンムーンが発売されてから約6年、公式が密かに用意していた隠しイベントはこの動画で解明されるのでしょうか。それでは検証スタートです。じゃあ401からやっていきます。401、あっ、来た来た来た、ちょっと待ってちょっと待って、ついに来た。あれはナッシーの月光浴やな。熱い日差しを恋しがってわずかな光も求めよるんやな。ええもん見たわ。え？これで終わり？え、ちょっと待って待って待って。今日1回目で出た。401回目で。え、これだけ？今日一発目で出るってどういうことや？え、これやっぱ日付で関係してんのかな。わかった。したらさ、ちょっと一回、レポートを書かずに、一回ここでリセットしてみます。はい、というわけでリセットしてきました。ちょっともう一回行ってみよう。来い。あ！やっぱそうだ、これ。イベント確定してるよな、これ。いや、だから、あれだけ回数やっても、出なかったんだな。というわけで何回も島に出入りすれば低確率でイベントが発生するかと思ってたんですが、イベントの発生条件はおそらく回数ではなく日付が変わるごとに判定があるんじゃないかっていう感じですね。 OK したら明日になったらもう一回これ行ってみよう。それでほぼ確定するはず。はい、月光浴の日から1日経ちました。ナッシーアイランド行ってみます。予想ではあのイベントは発生しないはず。あ、やっぱしないよね。しかも雨降ってるし、雨も降るんだここ。じゃあちょっとここからはどのくらいの確率であの隠しイベントが発生するのかを検証してみましょう。検証方法ですが、これから毎日確認していくのは時間がかかってしまうので DS 本体の日付変更を使います。日付を1日ずらしてナッシーアイランドへ行き、イベントが発生しなければまた1日ずらすという形でやっていきます。それでは行ってきます。はい、じゃあ DS の日付を変えました。わかりやすいように1月1日からやっていきます。1日目雨ですね。え、雨？マジで？え、これまた雨って変わってないのかな。これでずーっと雨降ってたら時間日付変更しても関係ないっていう可能性あるから、雨降るな。うわー降ってるよ。多分これ雨降ってるでしょ。おっかっか、絶対雨降ってると思うんですけど、行きます。おっかっか、したら12時台は絶対雨が降ってるっていう仮定で、ちょっと1時間ずらすわ。昼間になった。これで雨治るかな。あ、来た。マジか。あ、しかも昼だから日光浴になってる。ナッシーの日光浴や。ああやってお天道さんいっぱい浴びて穴井に首が長くなったんやな。うわーマジか、来たね。
昼間の日光浴が、11日目かな。1月11日だから、11日目で出ました。2回目。これ条件がいまいちわかんないな、まだ。あー、やっぱ出ないんだ。あ、やっぱそうだわ。起きるよね。わかった。はい、日付変更、時間変更を行った結果、この隠しイベントすべて解明できました。というわけで今回の検証結果です。まず結論、ナッシーアイランドで隠しイベントがあるという噂は本当でした。この隠しイベントというのはアローラナッシーの日光浴と月光浴でしたね。ただこの隠しイベントは超低確率というわけではなく、ある時間帯にナッシーアイランドを訪れると必ず発生する仕様になっているようです。日光浴イベントは朝の時間帯、月光浴イベントは夜の時間帯で発生します。詳しい時間についてはウルトラサンとウルトラムーンで違うので記載している通りになります。次に細かい結果ですね。まずこの隠しイベント、発生条件が実はもう一つありました。それがあのおっさんとの雨宿りイベントです。なのでまずこのイベント消化してないと、そもそも隠しイベントも出ません。この雨宿りイベントはナッシーアイランドでの大試練が終わった後に再びナッシーアイランドに訪れて、わざわざ島の頂上に行かないと発生しないため、ほとんどのプレイヤーはこのイベント自体気づかなかったのかもしれません。まさかおっさんとの雨宿りイベントがフラグになっていたとは思いませんでしたね。次にナッシーアイランドはサンムーンにも存在しているのですが、ウルトラサンムーンでしかこの隠しイベントは発生しません。先ほど言ったおっさんとの雨宿りイベントもウルトラサンムーンのみのイベントなので、もし試したい方がいたらご注意ください。次にイベント発生に関係するのは時間帯だけであり、日付は関係ありません。今回は検証のために DS 本体の日付や時間をいじりましたが、これをやるとポケリゾートや ID くじ、フェスサークルなどの1日1回限定のイベントが発生しなくなるペナルティがあるため、 DS 本体の時間変更はやらない方がいいでしょう。というわけで今回の検証はこんな感じだったんですが、今回もせっかくなんで追加の検証をやっときますか。まず一つ目、日光浴、月光浴中はアローラナッシー大量発生してる説、通常通りでした。次、日光浴、月光浴中はアローラナッシーの色違い確率アップしてる説。うわ、来た来た、ちょっともうやっと来たよ。もうとりあえず峰打ち打つか。無理か。